この格好じゃダメだ。せーの、よーでーす。やっぱね、この格好じゃなきゃダメですよ。疲れた。今回はショッカーです。背中にはもっとたくさんいますよ。はい、というわけで今回は仮面ライダー関連の動画となります。もちろんこちらです。ちょっと遅いけどね。はい、仮面ライダーゴーストデラックス無限ゴーストアイコン、さすがにもう時期的に最終フォームですかね。もう主人公のタケルがね、もうまたまた死んで新たな力を手に入れたというね。しかもこれ結構強いんだよね。ガンマイザーだっけ、アランの兄ちゃんの顔をね、あのなんかすげえ合成感のあるあの顔の人がもう変身した超強い敵を割ともう圧勝できちゃったっていうほどの強いやつ、無限魂ですね。箱の裏にいろいろ説明が書いてありますね。まあ他のアイコンみたいに普通に入れてガチャッと引いて、でその後トリガー操作で7つの音が出るらしいんですね。怒りスラッシュ、悲しみブレイク、喜びストリーム、楽しいストライク、勇ましシュート、信念インパクト、ラブボンバー、なんだろうな、何かしらの感情が関わってるんですよね。でそれだけじゃなくて主人公のタケルの音声まで入ってるという豪華ぶり、すごいですね。さすが開けよう。今が6月だから、9月ぐらいに終わるんだっけな。残り2、3ヶ月ですね、ゴーストは多分。なんか最初見た時は、なんだこれ、デッドプールかって思ったり、いや、変態仮面かもって思ったりしたんですけど、やっぱりなんやかんやでもうね、1年通してみるとすごいあのデザインがかっこいいんですよね、やっぱり。仮面ライダーの不思議なところですよね。正直、このデザインで1年って思うんですけど、見てると、うわ、かっこいいってなってくるんですよね。なんだろうね、あれ。いやー、やっぱ入ってる箱もでかいですよね。よいしょっと。はい、無限魂。説明書は、やっぱ内側に入ってましたね。よいしょっと。もう本体、うわ、重量あるね。同じ音が出る系のアイコンですけど、こいつら、なんか2つ分ぐらいの重さがあると言っても過言ではない重さ。もう無限ですよ、無限で。その上には、あ、もう今までのシールと全然サイズが違うね。ここの金ピカのね、無限って書いてあります。ピッカピカで、アイコンの方も無限魂と。押したらこれは回転するやつ、しないやつ、押してみよう。おお、今回は押したら音も出るし、でここの上の部分も光るんですよね。もう一回押そう。すげえ神秘的な音になりますね。さっきキックが出たから、今度はファー、無限マークですね。やっぱりキラキラしてて綺麗だね。俺は俺を信じる。え、どういうこと。あ、普通だ。俺は俺を信じる。命燃やすぜ、変身。おお、ボタンを押してから5秒以内に再びボタンを押すと順番に音声が鳴ります。そういう仕組みなんですね。それでは早速変身遊びしてみましょう。いきます、変身。こうでいいのかな。無限し、おお、オーケストラみたいになってる。いきます。おお、すごいですね。ここの目の部分と無限の部分が同じ色で光ってましたね。で、音声7つ変化するんでしたっけ？いきます。トリガーを1回引いてみます。喜びストリーム！すごいですね。あ、まだ光ってる。あ、消えた。何？あの、天から聞こえてくる声みたいなくらいに、ファーって透き通った、まるで大聖堂で聞いてるかのような音ですね。大気音聞いてなかった。おお、大気中はここが光ってますね。オメガ？
再びトリガー操作を行うと必殺技ゴッドオメガドライブ遊びになりますって書いてある。え、じゃあもう一回やったらどうなるの？大目玉だ。で、大目玉の後にもう一回やると、なるほどね楽しそう。なるほどね。もう一回やるとゴッドオメガドライブで、もう一回やるとゴッドオメ玉で、それでもう一回やると次のに変わるってことは、3回ガチャガチャガチャやれば、1、2、3、どうだ。おお、なるほどね。次の色のやつを聞きたいときはもう3回ガチャガチャやっちゃいいわけですよ。あ、ほら緑になった。で、次は最後ホワイト。ラブボンバー。ラブボンバー。こういうわけだったんだね。なるほどね。じゃあちょっとさっき飛ばしちゃったレッド聞いてみよう。これでいける。あ、ほら。とりあえず3回やらないことには次の音声言ってくれないってことだ。説明書見ればなんとなく分かりましたね。もうその順繰り、まあもうまさに無限ですよ、無限。そういうことだね。何回もできるんですよ。もう無限ですよね。ね。ね。そういうことね。やっぱり気になるのがこっちですよね。ネクロムの、これがそもそも入るのか？いきます。変身。あ、入る、入る。何も反応しない。おお、喋った。つまりこれをこうして、あ、ちょっとここに引っかかる。いけるかな。あ、ちょっとずらせばいける。い、あ、止まっちゃった。あ、なん、あ、あ、ひ、あ、もうひっちゃかめっちゃかめっちゃかめっちゃか。はい、変身。特に互換性はなさそうですね。まあうちはうち、よそはよそってことでね。いや、でも結構面白いし、音声も多かった。主人公のタケルの音声が入ってるっていうのがまたいいでしょうね。おそらくゴーストの最終フォームである無限ゴーストアイコン、無限魂の紹介を終わります。それではまた。